こんにちは、月風の子です。今回はですね、ちょっと物をまた買ったんですけれども、買ったのはね、ちょっとディスプレイになります。実はね、今私の自分のパソコンにね、つながっているディスプレイなんですけれども、ハーウェイさんのディスプレイになります。で、確かね、3840×1440 の大きさで、リフレッシュレートがね、165Hz ということで、サウンドバーもね、最大、5W のね、アンプをね、内蔵したスピーカーがついているということで、結構ね、今まで使っていてもね、全然問題なく、使いこなせていましたというところなんですけれども、ここ最近ね、私の動画って、そんなに編集してるかっていうと、編集はしてるときはしてるんですけど、結構ね、編集作業動画とかやってるときにね、結構ですね、もうちょっと横が長かったらいいのになとか、もうちょっと縦がねあったらいいのになって思いまして、いろいろ悩みました。悩みましたっていうのも悩んでいるところなんですよね。でね、ゲームをやるにしてもね、4K の画像でね、その34型のハーウェイさんのディスプレイに映すとですね、下が欠けちゃうんですよ。なんせ高さがね、1440しかないから、普通 4K っていうと 3840×2150 でしたっけ。それぐらいなのに、下の方が欠けちゃっている上に、画面がね、やけに横長で、画面としてはね、私みたいにこう結構年齢を上がっている人に関しては見やすいディスプレイなんですけれども、ちょっとね、それに伴ってね、もうちょっと今後も含めてちょっとディスプレイね、買った方がいいかなと思って、で今はゲームとかね、クリエイトっていうか、こう動画編集とかね、そこら辺は同じそのハーウェイさんのディスプレイでやってるんですけれども、今後ね、動画とかね、いろんな作業するにあたって、親父の財産管理とかですね、するにあたって、そんなにフレッシュレートっていらないよねとかね、もうちょっと画面がちょっと大きくて長くて、一つの画面に何個もね、こうウィンドウをこう並べられるようなディスプレイがあったらいいなということで考えました。で、考えた結果ね、実はね、到着っていうか購入したんですけど、こちらになります。大きいですね、この箱。今までがね、34型だったのが、見てください、40型ですよ。幅がね、1メートル超えてるんですよ。でね、解像度 5120×2160 ということで、要は 3840×2160 がだいたい 4K ですよね。で、しかもね、これ買ったのはね、こう見ると分かるね、 LG 電子さんのね、ウルトラワイドモニターということで、 40WP95C をね、買いました。今デビューするにはどうなんだろうっていうところはあるんですけれども、ちょっとね、これからね、動画編集をねしたりとか、 Excel とかね、水筒帳のラクダっていうのを私使ってね、確定申告とかやってるんですけれどもね、そこら辺扱うのにね、こう例えばこれが、こんなに今箱の中入ってるんでこんなに大きくはないんですけど、これのややちっちゃいぐらいのディスプレイだとしても、左側でね、動画編集やりながら、YouTube 見ながら、下の方は会計ソフトいじったりとか、そんな器用なことはできないんですけど、いろいろこの一つのモニターで画面ができるのかなと思ってます。だから今まではね、3840しかなかったのに、今度5120で、しかも縦の方もね、1440だったのが、2160までね、
上がったということで、でしかもサイズがね40インチということで結構6インチぐらいね大きくなった、まあ正確には 39.7 インチだったかなということで、ちょっとね購入してしまいました。じゃあね、このねテーブルにもね置けないんですよ。いつもねこっちのね椅子の方に座ってこっち側をこう見ながらレビューしてるんですけど、さすがに今回ね大きくって重たくって、しかもねこう不思議なんですよね、テレビってね、これ横を抜かずこの縦に置くのが普通らしいんですよね。ちょっとね開封していきましょうかね。はいはい、それでね今箱の中からね全部開封してしまいました。でね一応ね足の部分はねちょっとね組み立てちゃいました。でねまあディスプレイねどうだろう、今のハーウェイのまあ画面と比べて若干ちょっと一回り大きいかなっていう感じですね。まあそんなにね34型から 39.7 インチまでね大きさ変わったかっていうと、まあ上行ってねちょっと比べて、まあ自分の部屋で比べてみないと分かんないですけれども、まあ、そんなに大きさ的にはね違和感はないですね。ただちょっと大きいなっていう気がしますね、縦がね。うん、でまあね見ていくと、まあ裏面ですね、裏面の方はね、あそうそうこれ言うの忘れたんですけど、一応ね今使ってるハーウェイさんはさっき言った通り 3840×1140 の、まあ、165Hz リフレッシュレートですね。それもねディスプレイポートを使用した時ですかね。で HDMI だと確かね 100Hz しか確か出なかったはずですね。でこちらの方のディスプレイはね確か72Hz だったと思いますね、リフレッシュレートがね。若干リフレッシュレートは劣るんですけども、まあ動画編集するのにね、まあ撮る動画ってだいたい 60Hz 以上、うん、60fps か、あれはリフレッシュレートね、そんなになくても動画編集いいのかなと思って買ったんですよね、今回はね。まあ、探したんだけど、なかったって言った方が正解かな。でね、裏面を見るとね、今回これはね、新モデルということで、サンダーボルト4に対応していると。だからデータ、サンダーボルトなんで、まあ40ギガサポートしてますよということで、まあね、こう上にね、2つ、タイプ C サンダーボルト1個と、これサンダーボルト1個とこれがなんだ、サンダーボルト2つかこれね、2つついて、であとはディスプレイポートイン、HDMI ポートインが2つついてますね。これはヘッドホンですね、ちっちゃいの、うん、そんな感じです。ここに、まあ、100ボルトの口がありますよって感じですね。で、まあ、こちらのスイッチはね、これを下にやるとこのバーが外れますよ、バーカチャって今はめたんですけど、そんな感じです。であとさらにねこう横に行くとここに、タイプ C タイプあ違う USB だ、ごめんなさい、タイプ USB のタイプ A ポートがね 3.0 対応ですね、2つついている状況になりますね。あとは盗まれないようにね鍵のこの穴が口がついワイヤーの鍵のね口がついているような状況ですかね。あとはまあこれね下の方なんですけど、これですかね、ここ。ここね、電源スイッチとかね、多分ディスプレイのね、水平垂直の調整だとかいう、こう、メニューボタンなんでしょうね、これね。うん、そんな感じですかね。まあ、あとはね、ずーっと来て、こっち側の側面、まあ、特段、それぐらいしかないですね。うん。で、あと入っている付属品はね、まずこれ、でもこれサンダーボルトのケーブルが1本。これ多分1メートルっぽいですよね。うん。あとこれは何だろう。これは多分ケーブル押さえっていう感じですかね。うん。あとは100ボルトの、ね、AC コードが1個入ってます。あとこれはこれ HDMI ケーブルですね。が2つ入ってます。はい。で、これあれだね。サンダーボルト。これ電源ケーブルですね、これもしかしたら。うん。電源じゃない、これサンダーボルトのケーブルもう一個入ってますね。あれ、さっきのサンダーボルトは何これ？これ普通の USB か。USB Type-C ですね。の速度が遅いやつかな。あとは説明書が、
とか類がちょっと入ってる感じですかね。うん、多分こうね開いていくとね、詳しくね書いてあると思うんですよ。そうですね、さっきの金具はこんな感じでケーブルを留めるような感じですね。うん、発祥はこんな感じでね書いてありますよね。うん、なるほど、さっきやった USB は1個アウトなんですね。そういうことですね。インとアウトだから、サンダーボルト4の口は1個しかないっていうことですね。うん、まあそんな感じなんですね。うん、まあね、いろいろ注意書きはね、あと書いてありますよと。はい、そうですね、ここにもUFA シルエット書いてありますね。まず HDMI で5120×2160×30Hz と、まあ、最大解像度、それにプラスしてディスプレイポート、サンダーボルト、USB-C が 5120×2160 で 72Hz 出ますよってことが書いてありますね。推奨解像度とかいろいろ書いてありますね。うん、まあ、こちらの方ね、もう開封したので、早速ね、でね、今あるディスプレイどうするかっていうと、まあ、前回もね、私のパソコン周りのところで1回で動画撮ったりしたんですけども、まあね、正面に今34型の、まあ、ハーベストのディスプレイがありますと。そのディスプレイは横側に、こっちの横側の方にね、映して、まあ、これをまあ設置するんで、要は34型とこの 39.7 型の7インチのそのディスプレイをね、2つ並べるっていう感じですね。並べて、ね、2つの画面で、まあ、やれば結構いい感じになるのかなと思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、今回ね、LG 電子さんの LG の、ね、ディスプレイちょっと買ってしまいましたということで、 5120×2160 を買いましたということの、まあ、動画の紹介になります。はい、それでね、今ちょっと机の上はね散らかってるんですけれども、先ほど買ったね、まあ今回買ったディスプレイがねこちらになりますね。でこのディスプレイのね大きさからこうずーっと横にずらしていくと、これがねもともと使っていたファーウェイさんの、まあ3840×1440 かですね。ね、それから今度こっち今回購入したのが、まあ、5120×、ね、2160でしたっけになります、ね。でこのまあちっちゃいねディスプレイはね、ちっちゃい普通のモバイルディスプレイと言われるものをとりあえずはね私サブとしてつけてます。まあ、こっちの方はね今ストレージとかね CPU の稼働率だとかを見るたびにタスクマネージャーをね上げてます。で今度はねこちらがメインのディスプレイになるので、これでですね私の方は動画編集とかしていきたいなと思ってます。でね、こちらは今ねちょっと YouTube 私の過去の動画を今流してるんですけど、まあここはねテレビここねパソコンで映せますし、まあ、YouTube だとかね、あとは TikTok だとかいろんなものをね、ここのちっちゃな画面でちょっと見ていこうかなと。あとこっちはね、もう完全に、リフレッシュレートね、これハーウェイさんの 165Hz なので、完全にね、ゲーミング用のディスプレイになりますので、まあね、こちらの方はね、そうですね、ゲーム専用か、もしくは、まあそうですね、まあこちらでも、まあね、今これフィモーラ12、フィモーラ12を動かしてるんですけど、もしかしたらですね、こっちの方でプレミアムプロブとかね、ちょっとね、アニメーターとかね、なんつったらいいんだろう、イラストレーターとかね、こっちの方で、まあ、
ロゴとかね、アニメとか作りながら、まあ、こっちの方をやったりもいいですし、まあ、こちらの方でね、プレミアムプロのね、動画編集のソフトを動かしてね、まあ、一つのパソコンで、まあ、二つの動画編集をするっていう環境も、まあ、整ったのかなっていう感じです。まあ、こんな感じでね、今回これ買ったんですけど、やっぱね、この縦のね、高さね、やっぱこちらのハーウェイさんと比べると、やっぱどんぐらい違うんだろう、10センチは違うのかな。でもね、やっぱ見やすくていいですね。うん、こんな感じでね、私のちょっとパソコンの世界がちょっとできたっていう感じですね。まあ、これでね、ちょっとしばらくは、この、ね、今回買ったデルさん、LG 電子さんのこの、ね、ディスプレイを使って、いろいろやっていきたいかなと思います。はい、動画はね、以上となります。はい、最後までご覧いただき、ありがとうございました。